今回は、故郷の試練の、3つ目。これね、もう何回目だろう。4、5回目なんで戦うのが、勝てなくて、メンバーは、共鳴するユフィとサンクレッド。で、あとは、本当は、共鳴キャラクターだけでいこうかなと思って、ミユ以外は。でも、無理だったから。本当はね、あと、本当はね、ロックと、を連れて行こうと思ったんだけどね。なんで今回メンバーとしては、イデアさん、ドミーンとフラン、共鳴してないけども、この3人にお願いするしかないかなと思って。で、フレンドさんは、ピーちゃんさんの鉄壁をお借りします。叫ぶの方がいいのかなと思うんだけど、相手の火力がそこそこ高いよね。そこそこ。で、ホーリーを使われる前に撃破。で、魔力と防御力を下げる。きつい。行こう。ここに来て急にきついよね。ねえ、何なんだろう。1個目と2個目が簡単すぎたからかな。簡単ってことはあんまでもなかったけどね。鉄壁。うわー、ちょっと待って、いけない。きつい。力の歌。力の歌を使って、難度入る。5000か、弱点ついて5000。そんなにだな。あ、やばいやばいやばい。ミニング。交互に打っていこうかな、弾道と。同じだもんね。弱点ついてなくても同じだけ出るな。変わんない。ランさん強いな、7000。これ何が嫌だって、全体攻撃多いんだよ。毎回ね、ホーリーを使われて終わるんだよ。が足りてないのかなとは思うんだけど。頑張れユヒ。今このパーティーで一番の火力はユヒだよ。攻撃力が一番高いって言ったから500超えてたから。しようか。あ、ちょっと早かったかな。ちょっともったいなかったかもしれない。まあいいか、すぐゲージたまるよね。かなと思った。力の歌って何ターンで切れるんだろう。そこも入れ直したから、どれぐらいか。1500。痛い。そろそろ鉄壁切れなきゃ。かっこいい。強い。風船強い。サンクレット強い。あ、じゃあ待って、きつい。今のタイミングで弾道入ってくれたらよかったんだけど、鉄壁が切れたね。急いでプラウさん。で、ミーユで全体回復を決めて、
大丈夫大丈夫大丈夫。うわ怖っ。どうしよう、きついな。うつりあんま打ってこないからこれが意味ないんだよ。あ、ちおちお6000強い。だけ使うの初めてかもしれない。動画撮ってて、心からあんま使ったことなかったんだよね、歌系。思っててよかった。なんかアビリティみたいな一応あったんだよね。昔の自分偉い、これ作っててそこそこ精錬してあったから。ああマジミーヨ大活躍だな本当。もう一回弾きたい、あの大回復のおかちゃん。ホーリーさえ使われなければいける気がする。ああびっくりした、フレアね。フレアは大丈夫、耐える耐える。これかっこいいから好きだわ。強い。もうちょいだよ、ほんともうちょい。サンクロス。よし、弾道入った、いいね。いけたもうね、ほんと昨日何回やった、5回ぐらいやって勝てなくてもう諦めようかと思ったもん。あ、よかったよかった。あー、オッケーオッケー、やったね。今日の試練も3つ目まで、なんとか明日がアトモスが追加されるんだよね、第4弾。それはね、ちょっとどうなんだろう。アトモスにいい思い出がないからね、強そう。今回は勝ててよかった。バイバイ。